さあやるか。はい、毎度毎度毎度アフレコ太郎です。アフ太郎でございますね。今回ねこれもう夢号を洗車するのが最後ってことで、もうしっかりで手洗いでね、もう隅々まで洗ってやろうかなっていうことですね。まあ、この動画ではね、まあ、先に言うとくと手洗いだけの動画で、手洗い終わった後もワックスもかけたりもしてるんですけども、基本的にはね、こうやってしっかりね、もう洗える、隅から隅まで洗えるっていうのはもう週に1回ぐらい、車庫変えていくぐらいしかできないのでね、まあガソリンスタンドとかね、大型洗車とかできるようなところもあるんですけども、まあそこで磨いたりとかする人もいるんですけど、まあ時間がね、どうしてもね、やっぱもう洗うだけでもね、だいたいそうね、1時間は見とかなあかんかな。まあそこから磨いたりであったりワックスかけたりであったりとかすると、まあまあ1時間じゃ済まないからね、2時間3時間あったりとかで、まあそこでもうその業務終了、本日の業務終了って形でまあ洗ったりとかしてる人もいるんですけども、やっぱりもうまだね、積み終わってからこれから帰らなあかんだったりとかすると時間も時間やったりとかするから、なかなかね、隅から隅までこの綺麗にできるっていうのはなかなかできないんです。でやっぱもうこれね、やっぱもう僕夢号をね、このプロフィア夢号と名付けまして、だいたい4年か共に仕事をしてきたわけで、世の中でもでっかい事故もなくね、大した事故もなく、それで大したもう故障もなかったしね、まあちょっとたまにまあセンサー異常とかもあったけど、まあ、それでももうキビキビ動いてくれて、最後までもなんていうやろね、もう途中でリタイアすることなく共に歩んできたっていう、ちょっとね、やっぱ所詮は機械なんです、所詮は機械なんですけども、やっぱりその言ったら商売道具でもあり、まあ、パートナーでもあり、まあ僕らはっきり言って免許があれば誰でもできる仕事なんですよ。でも免許があってもトラックがなかったら無理やし、そのトラックがやっぱり言うこと聞いてくれなかったり、すぐ故障したりとか、なんかね、変な癖ついたりとか、したらまたそれでまたストレスあったりとかね、するんやけども、そういったことも一切なくね、もうこの5年間、まあほんまにありがとうなっていう気持ちを込めてね、いつも以上に、いつもよりも入念に表してもらったと思ってます。でね、やっぱ昔ちょっと僕のね、いろいろ教えてくれた人も言ってました。結局免許持ってたら誰でもできる仕事かもしらんけども、こういう機械を使うってことは、自分が仕事をしてるんじゃなくて機械に仕事をさせてもらっているっていう気持ちをまず持っておくべきやね。結局免許持ってるからといってそれで金になるわけじゃないからね。もうこのトラックだけじゃなくて工具一つにとってもやっぱりそれがその仕事をしてくれてる、こいつらがいい仕事をしてくれてるから飯が食えるんやっていうのを昔ちょっとね教えてもらったところがあって、やっぱりそういう雑な気持ちがあったりすると、まあどっかぶつけたりとか、まあなんていうのね、機械に感情が宿るとは言わないんですけども、でもやっぱね、トラックが汚かったりするとなんかもうたまたまかもしれんけど事故ったりとか下手打ったりとか、なんかまあジンクスですよね。そんなんも教えてもらって、実際僕もねもう怠けた時があったんです。そういう時ってやっぱりね、下手打つこと多かったな。もう幸いね、人を引いたりとかね、自動車同士ぶつかったりとかなかったんですけど、荷物ずらしたりとか、ね、どっかミラーぶつけてミラー飛んでいったりとか、してたんですよ。でやっぱりね、そういう時って、決まってトラック汚いんですよ。汚いというかもうね、雑に扱ってる時だったんですよね。まあだから、結局のところその雑に扱ったり汚かったりとかするっていうイコール、まあ運転とかにもそういうなんか性格というかね、そういう雑なところが出てしまったりも
するから下手打つわけじゃなくて、で結局だから普段から隅々まで綺麗にしたりとか丁寧に扱ってると、もちろん運転もね、もぶっつけたくない、事故りたくないっていう意識が現れるからっていうのも、まあ、いろいろ収まりましたね。で人から教わったのもあんねんけど、やっぱりこの機械を通してね、うん、教わるっていうこともあったんです。なんかちょっとすごいファンタジーの話してますけど、まあでもね、言うてもやっぱり物を大事にするっていうことはもう何も感情のない鉄の塊、機械だとしてもやっぱ答えてくれますし、うん、もう多分気持ちは伝わってると僕は思ってます。でまあね、この夢号をね、まあ乗り出して、僕が乗り出してから 4,5 年ですよ。ってことはもう僕の乗り方の癖がついちゃってるわけですよね。でこの夢号、僕が降りた後も会社では予備車としてね、売りに出すこともなく、廃車にすることもなく予備車として置いといて、まあとりあえず、まあ今新しく入ってきた人、トラックがないからってことで今借りで乗ってるみたいなんですけども、まあ言うても 4,5 年ね、 4,5 年僕が乗ってきて、もういたらもう僕の運転の癖がついちゃってるわけですよね。うん、だからもう全然違う走り方する人が乗った日にはものの見事にね、故障が頻発してるらしいです。まあ言うてもトラック自身も 4,5 年経って、まあ、50万キロ超えてる車ですよ。これからポロ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 故障が出る中、やっぱ走り手も変わったから、走り方も変わったしってところで、まあ多分トラック自身もびっくりしてたんでしょうね。まあいろいろ出てきてるみたいで、そんなこんな言うてるうちにね、もうある程度洗い終わったみたいで、これからちょっとまた別のことしますよ。暑い。はい、綺麗になりましたね。はい。